こんにちは、 DOD のテラです。今回はパップ風テント3の、特徴について説明をしていきたいと思います。パップ風テント3、こちらのテントなんですけども、一番のポイントは、この通りすごくかっこいい、見た目シンプルな形なんですけども、まあ、ホーウェイモの使い方があるというところが、最大の特徴です。ではまず、一番スタンダードな、ワンウェイ目の使い方なんですけども、まあ、これが一番シンプルな使い方で、まあ、この状態で使っていただいたら、すごくシンプルな形でパップテントのような形で使うことができますし、ここの部分を下ろすと、まあ、これも一応ワンウェイの中に含んでる使い方なんですけども、ここを下ろして、ペグでサイドの部分を留めます。で、両サイド同じようになってますね。まあ、そうすると、サイドの部分も降りて非常に四角っぽいシルエットになって、ベイカーテントのような雰囲気で使うことができます。もちろんここの部分が降りてるんで、まあ、雨とか風とか、あとプライバシー、視線を遮りたいときには、まあ、ここを下ろして使っていただく方がいいかと思います。これがまず一つ目の、使い方になります。はい、続きまして、2ウェイ目の使い方になるんですけども、まずこのパップ風テント3、この本体とは別にこういうミニタープ生地っていう、こういう台形の生地がついています。で、2ウェイ目の使い方はこの生地を使っていくんですけども、この台形の長い部分を本体の、キャノピー側のポールに引っ掛けます。反対側も同じように引っ掛けます。で、ここちょっと隙間がどうしても少しはできてしまうんですけど、ここ隙間、少し押さえるようにこうベルクロテープがついてますんで、ここを止めると、こんな感じに、まあ、台形が下に垂れたような形になりますね。で、これを、まあ、少し離れたところでこういう風にペグダウンして、で、ちょっと張り具合をこう調整しますと、2ウェイ目の使い方、キャノピー延長モードで使うことができます。このモードの特徴なんですけど、この本体の下だけでも、まあ、結構日陰のスペースは広いんですけど、それでも、まあ、雨が入り込んでくる時とか、日差しを遮りたい時にこのミニタープ生地を使ってキャノピースペースを延長することでさらに快適に、使うことができるようになってます。で、ここの部分は、まあ、場合に応じてもっとこう低めにやったりとか、まあ、少し遠めにやったりとか、まあ、角度も調整できるようになってます。この使い方が2ウェイ目の使い方となります。はい、では3ウェイ目の立て方になるんですけども、先ほどのこのミニタープ生地を今度は上と下逆にして、上の、短い方の面につけているロープを本体の、キャノピー側のポールに引っ掛けます。もう一つの方のロープも引っ掛けます。そして、台形の長い方の辺を地面にペグダウンします。これも、ペグダウンの位置によって角度を調整できるので、使用状況に応じて調整してください。まあ、ここピーンとなるようにして打ちます。ロープの長さをピンとなるように
まあ、こういうふうに調整してもらったら、3ウェイ目の完成です。3ウェイ目の特徴としては、まあ、本体のキャノピー部分の前に、ファイヤーリフレクターとなるように、このミニタープ生地が来るところが、3ウェイ目の形になります。実際に、3ウェイ目の使い方で中で焚き火をすると、まあ、このような形になります。まあ、見ていただいたら分かるんですけど、ミニタープ生地からこっちの寝室のところまで、かなり広いスペースがありますので、まあ、ここに焚き火台を置いて椅子を置いて、まあ、テーブルを横とか前とかに置いても十分なスペースがあります。でここで焚き火をすると、まあ、何がいいのかということなんですけど、まあ、ここで焚き火をして、このミニタープ生地がファイヤーリフレクターの役割を果たすことによって、まあったかい空気が外に逃げていかない、まあ、ここでこう滞留して、人間がいる方の側を温めることができると。であと風が焚き火台の向こう側から吹いてこないので、煙が人側の方に当たりにくくもなります。でこの焚き火のシーンで使っていただく以外にも、こういう形のテントだと、例えば真正面に、別のキャンプしてる方がいる場合、ちょっとこう視線があって恥ずかしいとか、まあそういうこともあったりしますんで、ちょっとした目隠しとしても、使うことができます。以上が3ウェイ目の使い方の説明となります。こちらが4ウェイ目の使い方、ソロデュオモードでの立て方になります。どうやって立ててるかと言いますと、2つのパップ風テント3をつなげてます。つなげるとこんな風に1つの大きなシェルターテントのような形になります。1つ目のパップ風テント3を立てた後に、まあ、この長いポール、共通で使ってるんですけども、最初に立てたパップ風テント3のポールに2つ目の、まあ、同じ部分を引っ掛けて、1つ目と同じようにペグダウンしていくことで、こういう形で立てることができます。ここのサイドパネル部分を、締めた状態がこんな形になりますね。立て方で多少調整できるんですけど、ここは少し隙間が空きますので、あらかじめご了承ください。で、空いてる状態が反対側になります。サイドパネルを開けると、このような形になります。このモードの使い方なんですけども、ソロが2人の時、例えば、まあ、男同士とか女同士とかの2人でキャンプしたい、まあ、一緒に寝るのはちょっと嫌だけど、それぞれ別のテントというのもちょっと恥ずかしい、まあ、そんな場合に使っていただきたいんですけども、中見ていただいて分かる通り、まあ、寝室は2つのソロ用の寝室に分かれていて、まあ、リビングが共通のリビングになります。まあ、パップ風テント32つ分のリビングスペースがあるので、まあ、2人のキャンプであれば、まあ、そちら側に椅子も置いて、まあ、かなり余裕のあるスペース、まあ、実際2人で使うと、まあ、こんな形になります。まあ、寝ていただいても結構寝室と寝室、まあ、距離が空いてますんで、ほどほどのプライバシーを、確保しつつ2人でキャンプすることができる、こちらのソロデュオモードというのが、パップ風テント3の4つ目の立て方になります。はい、ではここから細かい部分を説明していきます。まずドアの構造なんですけども、まあ、全部フルオープンにすると、まあ、こんな風にガバッと開くんで、まあ、中に入った状態でも、まあ、外とすごくつながった気持ちがいい空間になってます。クローズすると燃えにくいポリコットン生地が表側に出るので、まあ、この辺で焚き火をして火の粉が当たったとしても、メッシュに穴が開きにくい構造になってます。まあ、これがフルクローズ状態ですね。
ここからこういうふうに開けると、まあドア全体がメッシュになるので、寝苦しい夜も涼しく寝ることができるようになってます。こちらがフルメッシュした状態になります。でさらに、まあ、暑い時なんですけども、中のサイドの部分に大きくメッシュになる窓がこのように両サイドについてますので、まあ、この横方向からも風が抜けて、涼しく過ごすことができます。あとは、これはベンチレーターになるんですけども、インナー部分のこの部分、ここも内側から開けることができます。まあ、こことこちら、両サイド上がメッシュになりますので、あの中の熱気とか湿気をここから逃がすことができるような構造になってます。であともう一つ細かい部分なんですけど、ポケットが、ここ、まあ、ここで焚き火したりご飯食べたりしてる時に使うように、ここのポケットとここの裏側に内側に同じように、ここにもこうポケットがあるんで、これは寝るときに、まあ、例えばメガネを入れたりスマホを入れたりするのに便利なポケットがこちらについてます。今までのパップ風テント1、2はフロアがなかったんで、まあ、ベッドで寝ることが必須のテントだったんですけども、パップ風テント3は、このようにフロアがついているので、マットとか、まあ、ベッドじゃなくても寝ることができます。本体に関しての、まあ、細かい特徴は、このようなところになります。こちらがパップ風テント3の収納状態になります。こっちがパップライク3、こっち側には、DOD のロゴがついてます。生地がポリコットンの、まあ、かなり厚みのある生地使ってまして、ポールもスチールなので結構重い、重量はあるんですけど、まあ、車のキャンプであれば、一人で全く問題なく持ち運びできるサイズとなっています。以上がパップ風テント3の説明となります。シンプルだけどホーウェイというコンセプトで、非常に革新的なテントが、ソロ用のテントができたと思いますので、皆さんぜひご検討ください。ありがとうございました。Thank you.